パゲタさん、はい、禅問答しませんか？禅問答ですか？はい、禅問答です。てかそもそも禅問答って何でしたっけ？あ、禅問答っていうのはですね、まあその、はい、普段の言い方でこれって禅問答だよねって言ったら、そのなんか意味のこう把握しにくいやり取りとかを禅問答として言ったりすると思うんですけども、うんうん、実際のその禅問答っていうのはその仏教で臨済宗っていうその宗派があるんですけども、はい、があのやり取りをする、それを禅問答って言うんですね。あ、でこれを禅問答っていうのはすごく難解なわけです。そうですね、さらに言うと、その支離滅裂であったりこう筋が通ってないように見えるわけなんですね。だからそんなあの合理的でない、その理屈では考えにくいという問題を、あの臨済宗のお坊さんはその考えていくことによって悟りに近づいていく、これが禅問答なわけなんですけども、私たちも悟りませんか？いいですね。おお、まあなかなか恐れ多い気もせんことはないですけど、いいですね。結構面白そうですけど。でもちろんあの私もパゲタさんも、まあ、専門家ではないんですけども、はい、私はちょっとその、禅に関する本をあの読んで、あの禅問答を仕入れてきましたし、はい、なんかパゲタさんも知り合いの方でお坊さんがいるって聞いたので。そうですね、住職の知り合いがいます、ね、何か禅問答とかされるんですか？急に振られたりとかっていうのはあの過去なありましたね、3、4回ほど。あるんですね。はい、それは答えられるもんなんですか？まあ禅問答自体が別に正解不正解ないですから、あの結構好きかって言ってもいいですやつですし、まあ答えれるっちゃ答えれますね一応。なるほど、はい。まあ、禅問答ってその正解とか不正解とかがなくて、まあその各々の悟りがあるだけみたいなところがあるので、まあ、言ったもん勝ち、うんうん、その通りですね、うん。ですから、まあ、今回あの私たちは、どうしましょうか、まあ、禅問答を出し合いたいんですけれども、はい、まあ、そしてその禅問答について考えて、一応こう、うん、あの一般的な解釈というか悟りに至った人 の、まあその見解をその答えとして発表したいと思います、はい。ただそれはその正解、あの皆さんにとっての正解とは限らないので、うん、あくまでもこう悟り、その人にとっての悟りというだけなので、ですから今回その悟りに近づくために禅問答を出し合って、まあクイズ的に答えつつもクイズのようにこうすっきりしないこう後味の悪さを味わいながら、ぜひ皆様も禅問答について考えてみたいと思いますね。考えてください。はい、でも僕たちって一応、あ、まあ今回あのストリート禅問答って形でやりますけど、すでにやり合ってますもんね、これに関して。そうですね。であのこの冒頭のやり取りも実は茶番でして、はい、私たちすでに禅問答を出し合ってるんですね。ですね。でそのゆる学とリベンジの時に、そのインタビューの時に、相方に対して質問をどうぞっていうコーナーがあったので、そこでお互いにこう禅問答を出し合って、はい、うん、まあ、あの出し合ってお互いに苦しんだっていう経験があるので。うん、まあ形、まあ流れとしては僕が最初にやられて、ちょっとあの悔しかったので僕もやり返したっていうところからこの企画がスタートしました。そうですね、一種返しされて、こう自分の放った禅問答の矢がそのまま返ってきた感じですね。うん、答えられねえってなりました。そうですね。ちなみにパゲタさん、あの私まだインタビューの動画を見てないんですけども、はい、私の、あの禅問答の問いが、両手で叩くと音がする、はい、ならば片手でならばどんな音がするかっていう禅問答だったんですけども、はい、どう答えました？僕はですね、まあこの時にはすでに見られていると恥ずかしいんですけど、それ見られあのもうただただパニックに行って、もう風切り音ぐらいしか言えなかったんですよ。で禅の世界にとらわれたわけですね。そうですね、禅の世界、まあ、うん、まあよくよく後から、まあ今は後出しに完全になってますけど、まあいろいろあるなっていうのはなんかもう振り返って思いまして、まあ例えば今僕机の上にパソコンを置いてから収録してますけど、もうこの机を片手でパン叩けば音も鳴りますし、
もっと言えば、まあ僕が日々編集で苦しんでいるノイズっていうのにもこれをマイクに直接触れればできるから、割とまあいろいろやるなっていうのは思っていて、でもなんか3、4個ぐらい、それ以外で一番自分の中でピタってきたのは、人の手を、人が、他の人の手、片手を借りてからパンって鳴らせるっていうのが僕の中で一番しっくりはきてるなっていうのが、ちょっと後出しじゃんけんですけど、今ここで話してます、ね。確か、ゆる学徒ハウス別館のコミュニティでは、まあ、呪術廻戦の、東堂が、真人の手をパンで借りて、術式発動してる画像をペタってあったんですけど、ひょっとしたら、こう、東堂は練習だったのかもしれないですね。そうですね。なぜ、そしたら、まあ、別館の方では、いろんなノリのいい人がいっぱいいるので、なんか一斉に、魂の喝采やみたいなこと言って、なんか、ディスコードが荒れたんですけど、東堂の。ブギウギは禅宗によって生まれたのかもしれないですね。ですね。もしかしたらあれの元ネタは石州音上だった、この片手で鳴らすってやつの話の名前なんですけど、だったんじゃないかっていうのが、思いましたね。ちなみになんですけど、本、これ平山さん、あれ、元ネタの本あったんですよね。そうですね。白隠絵画ですかね。っていう、江戸時代のその禅の人で、まあ、その人が江戸時代に禅を復興させたとかだったと思うんですけども、その人が好んで出したとされる禅問答が、まあ、一行でそのすぐに伝わって、なおかつこう答えが出しにくいから好んで使われたみたいですね。その本の中ではなんか明確な答えというか、こういう考え方もあるよっていうのはあったりとかしたんですか？まあ、これも僕の答えのパートはもう終わったっていう感じで、ちょっと正解を聞いてるところなんです。正解って言ってんのかちょっと、まあ、他にどういう答えがありますかっていうのを平山さんに聞くターンですけど、今。実は答え載ってませんでした。で、これがですね、結構あんまり深いところまで突っ込んでない禅の入門書だったので、まあ、こんな感じで答えにくい問いありますよねっていうふうにして、お茶を濁してました。うん、そして、これはちょっとその、ソースちゃんと調べてないんですけども、うん、YouTube の動画で、お坊さんが、はい、片手でならどんな音が鳴るかについて、こう、喋ってる動画があったんですが、それの場合だと、こう、先ほど、パゲタさんが答えた、その、壁やこう机を叩くであったり、他の人と手叩くのは、NG ですって言ってました。マジ片手しかだから使ってないっていう、言葉から離れてるからダメだって言ってて、じゃあ正解は何だって聞いたら、聞いたらというか、何だって思ってたらそれは教えてくれなかったんで、いいと思うんだけどな、この中でも。ただこれでもその禅のやっぱりポイントで、禅っていうのは分かったつもりになったらとりあえず師匠を批判するのありがちですから、だから一旦分かったって自分の答え出したら、いやそれは違うよって必ず否定されて、そうやと思うけどなって悩みに突き落とされるっていうのがやっぱり禅のポイントだと思うので、研究室から正しい反応かもしれないですね。研究室の高等諮問を思い浮かびました。研究室は禅だったかもしれないですね。まあ、ある意味答えがないものに挑戦し続けてるっていうのはですからね。確かに。で、ちなみに、まあ、ここから少しフリートークぐらい入りますけど、はい。平山さんの場合は何か思い浮かびました？さっきの片手の問題。そうですね、片手の問題で、音を聞くだとすると、やっぱりその人間の体って当然生きている限り血とかが流れてますから、こう耳に手を当てたら、うん、その血流の音が聞こえると思うんですね。そうね。だからこう血流の音、何の音でしょう、あれ確か筋肉の音じゃなかったでした？筋肉の震えの音なんですね。なんかそんな話を聞いたような覚えが、まあ、でも確かにそれでも全然いい。私の考えとしては、まあ、そういう答えもありかなっていうのは思いましたね。ああ、そういうことか。
僕の中だとやっぱり一番しっくりするのはちょっと人の手を借りるってやつ。まあちょっと僕、うん、これは僕の性格上の問題なんですけど、あの人のに助け求めたりとか助言を求めるっていうのが苦手な性格でして、あのどっちかっていうとよくそれであの上司に怒られたりとかよくしてて、なんでもっと相談しなかったんだみたいなこと言ってるから、まあそういう性格のもあるんで、一番なんか響いたというかしっくりくるなと思ったのはやっぱ人の手を叩くってやつで、まあ人によっては多分さっきの僕の机の叩くってやつも物を使うっていう、どちらにしろちょっとアウトソーシングを苦手っていう人の答えが響く答えなのかなっていうのは少し思いました。全部で大体こんな感じなイメージなんですよね、僕の中だと。人によって響く答えが違うから、響いた答えが なんで響いたのかって考えるのが割と楽しいっていう気もします。イラムさんの場合は割と。そうですね。だからその人によって、はい。悟りが違うっていうのは、仏教のそのブッダの頃からそうですもんね、はい、そうですね。あの仏教ってめちゃめちゃ本当超リアリストだから、すごいたまに引くときあるんですよ、はい、結局自分の中でどんな話ですか？まあちょっと魔法薬の話をします。あの般若心経とか、はい、あれどういう意味っていうのあれ結構いろんな諸説分かれてるんですけど、基本的には確か般若心経、はい、完全な真理とかそんな感じの意味ですか、ね、多分すっごい厳密な、いや、あの僕もそこまでちゃんと詳しくはなくて、すごい厳密な意味までいったら多分そういうところは話になるんですけど、もうちょっと魔法薬というかポップな形で言うと、あのくよくよ生きるなとかそういうことぐらいを書いてるんですよ、確か基本的には。でその中でも結構強烈だなと思ってる一文が、あれどこだったかな、あそこにか、あのお前が今悩みを抱えていることは全部勘違いだっていう話があって、あのお前が勝手にあの心の中で反芻していて勝手に大きくなってるだけだから、泳い悩んでるんじゃなくてそのままを見て現実を見てみたら結構楽になるぞっていう、あの割となんか精神的に弱い人全否定してんなっていうも意味のところがあったんですけど、結構なんか仏教ハニャ神経ロックですもんね、めっちゃロック。ハニャ神経のそのサビの部分で風滅風増風みたいな感じでいろんなものを風で否定していって、妙だから妙があって妙、いや妙がなくて不妙もないみたいな、無無妙役無無妙人、あ、あります、あります。みたいな下りですよね。いや、あの、頭から言ったら多分分かるんですけど、僕。でも確かにそういう、ムームー妙役、ムームー妙人とかいう言葉があります。基本的にはあれって、あの、割とリア、本当に、あの、現実に、あの、勘違いだからくよくよ生きるな、みたいなのが、あの、バッサリ言ってるお経ってイメージがあるんで。いろんなものをその否定するのがやっぱり仏教で、うん、だからこそ悩みとかも存在しないし、うん、っていうことが、まあ、言えるでしょうね。うん、だから、まあ、割と、うん、そういう現実的なものもあるなっていうのは思います。もうそう考え、ちなみに、平山さん、自分の答え聞いてから、なんかそういう考察ありますか？なんか自分のその、この手をこう、耳にやれば音聞こえるなっていうのから。あるいはですね、その仏教的な否定精神で言うと、うん、平は平じゃない、うん、そして同時に平でもあるっていう感じの、これこそ禅問答的解釈によって、うん、その平はどこにでもあるから、うん、音がしたら平である、うん、何言ってるか分かんない。いや、全然。ただ、あの、今、そうですね。ポイントとしては、今、私、めちゃくちゃなこと言いましたけど、禅のこれ、押さえておいてほしいポイントとして、未論理と非論理は違うということを、禅の学者の先生が言ってるんですね。それはどういうことかというと、その、禅問答の、そのさっき言った、
その片手ならどんな音が鳴るかっていうのは一見するとこう論理から反しているように見えますけども、うん、まあ、そこに至ったその過程がちゃんとその存在している、うんうん、だから論理とは違う考えを持たないといけないっていうのがあの非論理、うん、一方でこう単純なこうめちゃくちゃな話したからって言ってそれは全問答にならなくて、うん、その、 あのまだ論理になってないものっていう意味で未論理って言います、うんうんうん、だからそのただあの適当なこと言ったら全て全問答かって言ったらそんなことはなくて、うん、そのそれはまだ未論理であって非論理全にはなっていない、はい、だから私の今答えた苦し紛れのこの全てが定であるみたいな話は、うん、まあ、一見すると全問答っぽくも見えますが、うん、まあ、まだ私は悟りに至っていないので未論理、うん、と言えるかもしれないです、ね、割と僕がその平山さんの答え聞いたときは、ああ本当に内省的な人だなって私は思いましたね。自分のその音に注目するためっていう感じ なので多分平山さんの答え前からその性格分析みたいなできるの面白いですね。ある意味性格分析っていうよりかは価値観に近いのか、うんうん、ああなるほど、うんうん、割と響く答えって全然違うので、それこそ、あの、まあ、意外性っていう点で言ったら、僕全然平山さんの答えの方が全然意外性ですけど、心の中でなんとなく来るな、しっかり来るなと思ったのは、やっぱり人の手を借りてパンって叩くやつが一番いいかなって思いましたね。うん、じゃあ、次は僕の方で、まあ、僕がインタビューで、あの、お聞きした禅問答は、まあ、出典はもうそこら辺の、本当にうちの知り合いの住職さんが、あの、やっていたものをそのまま言ったんですけど、桜の花びらが、目の前で散っていますと。で、その散っている花びらを止めるにはどうすればいいかっていう。ただし、桜の花びらは空中を舞っている状態です。もう、だったんですけど。平山さんはこれなんて答えたんですか？僕もこれ見てないので。で、これはですね、ちょっとその後出しじゃんけんだったので申し訳ないんですけど、パゲタさんが呪術廻戦の画像を貼ってくれたから、はい、その呪術廻戦のことしか頭になかったので、呪術廻戦のその五条悟る の無料空手を使うことによって、はい、その桜を静止させるということを答えましたね。ああ、いいっすね。なんか禅問答をしている相手にこうあの無料空手を使うことによって、うん、あの桜を止めるという技を披露しました。ちなみにこれ僕があの最初聞いた時に言ったのは写真を撮るって言いました。ああなるほど、それはスマートな回答ですね、うん、はい、いいですね。これはもう単純にあの止まる、絵を想像したらああ写真だなって思ってそのまま写真を撮るって言ったんですけど、でも僕の中よりは、どっちかというと、この、ここからが、あの、その、住職がパッて言った答えなんですけど、すげえ、ああ、いいって思ったやつは、目をつぶるっていうのが、あの、来ました。それはどっちかっていうと、あの、平山さんの無料空手のやつに近いです。要は、あの、目をつぶって、その、落ちている瞬間の、記憶をそこで、あのストップさせるっていうことで、あの意味で目をつぶるっていうのがあって、あ割となんか僕どっちかっていうとあの内省的な答えの方も好きなので、なんかそれはあの一番僕の中ではしっくりきたなっていうのがあります。自分もそれに似た答えを言ってて、その無料空所の後にはい、そのパケタさんとのやり取りだとよくボルヘスの小説を出すんですけど、そうですね、その前の収録の時もボルヘスっていうその小説家の話したんですけど、はい、確か今回もボルヘスから、はい、記憶の人フネスっていう、あそうですね、バベルの図書館っていう話を前は出したんですけども、はい、今回はその記憶の人フネスっていう全てを記憶することができるっていう人の話を出して、全てを記憶できるから、うん、まあその言ったらこう呪術廻戦のこう無料空手、うん、五条悟の無料空手が自分に今あのかけられてるみたいな状態の人なんですね。あ なるほど。なのでその全てを記憶してるから、こう記憶した状態で桜を停止させるっていう答えも言いましたね。あ
これはいいな。これは何かな。これな、いや、なんか今喋りながら、よくよく考えると、僕、この、あの、問題についてちゃんと深く、あの、理解しようとしてなかったなーって思って、今、いろんな話を聞いてみて思ったんですけど、なんだろう、これって、なんか人の記憶をどう、あの、とどめるかっていうのによるのかなって思って、それこそ写真を撮るっていうので、写真で残すっていう言い方もできますし、なんか、目をつぶるっていうのだったら、それを思い返すっていう、トライもあれば、あの、記憶の、あれ何でしたっけ、ボルヘスの、記憶の、記憶の人、フネス。あ、フネス。記憶の人、フネスで言うんだったら、もうとりあえず手っ取り早く全部を覚えていて、それを思い返すっていうのも、あの、そういうトライなの、あれ、方なのかな。ちなみに、あの、平山さん、これ、どういう問答だと思います？と言いますと、この、あの問答自体がどういったことを、あの、意味するのかというか。ああ、うん、なるほど。そうですね。その、やっぱり桜っていうのは、こう、あの、儚さと言いますか、その散っていって、こう消えていくもの。うん、だから、その、本来、こう、桜を静止させるっていうのは、うん、あの、まあ、死なない人がいないようにありえないことだと思うんですけども、まあ、そういった、こう、あの、一瞬を、こう、切り取るためにはどうしたらいいか、みたいな、つまりその、うん、あの、人生の中で、その一瞬をよりよく生きるためにはどうしたらいいかっていう問いかなって思いました。あ、なるほど。ちょっと僕の記憶とは少し違いますね。いいな。これ多分、あの、割と二人よりかは、まあ今回お試しでやってるのもあるのでいいですけど、複数人いたら絶対もっと面白くなるなっていうのは、なんか思う。ちなみにこれは、あの、本当に出典が明示できなくて申し訳ないんですけど、僕の場合はこういうのが皆さんこれから続いていくと思いますね。あの、僕の質問でさらになんか、あの、聞きたいことってありますか？あの、さっきの桜の花のやつ。そうですね。その、出典、お坊さんはどう答えられてたんですか？はい、特に答え教えてくれなかった感じですか？ああ、特に答えないですね。あの、それこそさっきの、あの、俺はこう思うっていう形で、目をつぶるっていうのが、その、ああ、なるほど、なるほど。うん。お弟子さんは何だったっけな、絵を描くとかいう人もいたの、ね、うん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 。それも、まあ、そういうのもあって、なんか記憶をどう残すかっていう話っぽいなっていうのは思ったんですけど、ね。どうしても、あの、全問答ですから答えがないからスッキリしない感じになるなっていうのはあります。そうですね。はい。うん。これ、ああ、そういえばこれ、なんか話してて思ったのは、はい、あの、これ生放送でやったら割と面白いんじゃないかっていうのは。ああ、なるほどですね。そのお題として全問答出して、おのおのの解釈聞いたり、あるいはコメント欄から拾うっていうのも面白いかもですね。そうですね。これは、もう、それこそ、もう、行く万通りの、の答えがある。うん。じゃあ、ここからは、あの、やり合いますか、普通に。完全アドリブ。あ、そうですね。じゃあ、